ここでは展開の工夫その1について実践していきます。今回のような問題を攻略するためには What 何をすべきなのか Why なぜそれで OK なのか How どのような回答に具体的になるのかそれぞれ確認していきます。とは言いましてもですね、詳しい内容についてはここが理解ってなってる授業動画で見ました。ここはですね、この問題をパパッとさらっと見直したいっていう方とかね、前回のこの理解の動画をしっかり理解した人が、ここで実践して練習していこうっていう動画です。だからここでやってることが早すぎてわけわからんっていう人はね、この理解のとこを見直してください。では早速いきましょう。今回の問題解くためにはどうすればいいか。やはりね、これをバーッと展開していってもいいですが、ここが x たす 2y で同じ組み合わせなんでね、この同じ組み合わせの時は置き換えるっていうのがすごい有効な方法だよっていうのを理解のところでも紹介しましたね。ここでは置き換えます。そして置き換えたらここが a になるんで large a たす 3z、 そしてここも large a 引く 4z っていう風になります。そしたらこれはあたかも情報公式みたいになってるよねと、だから計算していこうと。そしたら、ラージ A の2乗。で、ここがマイナス 4ZA。こっちがプラス 3ZA ですね。ここはちゃんと書きましょうか。マイナス 4ZA。こっちがプラス 3ZA。計算したら、マイナス4とプラス3でマイナス1なので、マイナス ZA っていう風になります。そして 3Z かけるマイナス 4Z で、マイナス 12Z の2乗っていう風になりますよね。で、これが答えかっていうとそうじゃなくて、というのも、ラージ A は僕らが勝手に置いた文字なので、元に戻してあげないとダメだと。ラージ A は X たす 2Y のことなので、元に戻してあげる。元に戻してあげる。そして、12Z も2乗と。で、まだまだ、ここがね、展開ができるんで、もっともっと計算は続いていくよと。X たす 2Y の2乗は、ここも乗法公式になってるんですね。こういうふうに情報公式を使って展開していくと。いや、この辺の情報公式がわけわからんっていう人はね、それぞれの動画を見直してください。こういうふうに計算していくんですね。で、この形になった時は、この2乗、2乗、2乗を先に書いてあげると、まあまあ、すっきりした見方になるよっていうのも理解のところで紹介した通りです。なのでね、こういう順番でいきます。そして 4xy。で、その次は YZ を書くと見やすいですね。そして最後は ZX です。これで答えという流れですね。置き換えを使うと、まあまあ、やりやすいかなっていうところです。この練習をしようっていうところですね。じゃあ次、カッコにこれどこで置き換えようかいなと。A-2B と A たす 2B、これは同じ組み合わせじゃないなってなった時に、これは A とプラス C で、こういうふうに離れて同じ組み合わせができている。そういうのもあるっていうのを見ましたよね。で、今回はラージ M としましょうか。何でもいいんですけれどね、ここで使ってなかったら。そしたらラージ M-2B とラージ M たす 2B っていう風になるんでしたね。これも理解のところで見た具体例とそっくりな問題ですね。で、あとは計算したらどうなるかっていうと、ラージ M2 乗引く 4B2 乗。これも情報公式です。そしてラージ M は僕らが勝手に置いた文字なので元に戻してあげようと。こういうことですね。で、まだこの A たす C の2乗が計算できるので展開しようと。A2 乗たす 2AC たす C2 乗。引く 4B2 乗ですね。で、まあ今回は先ほどね、こう3つともポンポンポンと出てくるわけじゃないんで、もうこれが答えでもいいかなと思いますが、まあ、まあ気になる人は先にこの2乗シリーズを言ってあげて、それからまあ最後に、このちょっと余ってるね、2AC みたいなのを言ってあげるのも、すっきり見やすい形かなとも思います。OK でしょうか。まあもちろんここで答えでも OK ですよ。ラストのこのカッコさん、これが注意点やったんですね。これの置き換えがどうするかと。パッと見一瞬ないんですね。x イクワイと x たす y 無理やし、x たす z と x イク z 無理やしと。じゃあこれどうするんでしたっけ?っていうとこれは、マイナスカッコで同じ組み合わせができるパターンっていうやつやったんですね。強引に書くと、こうなりますと。このマイナス括弧にしたら、これマイナス y プラス z で、この式とこの式は全く同じ式ですね。展開すればわかりますと。で、ここで括弧使っちゃったんで中括弧にしてる。ただそれだけの話です。で、後ろも強引にこの y-z をセットっていう風に見たら、こういう風にできたんですね。
これも理解のところの最後でやった一番難しいかなっていう問題です。こういうふうにして y-z のセットを見つけるんでしたね。これさえ見つけてしまえばもうあとは一緒です。まあ何でもいいんですが、これまたじゃあ m にしましょうか。そしたら x-m と x たす m っていうふうになるんですね。まあこれまた a-b の公式と一緒で2乗引く2乗になるパターンです、ね、そしたら m の2乗っていうのはこれ僕らが勝手に置いた文字なんで元に戻してあげないとダメだと。今回 m は y-z のことなんでこうなります。あとはこれを展開してあげたいですね。展開するときはここに括弧マイナス括弧を忘れないようにしましょうと。そしたら計算ミスが減るからねと。マイナス 2yz たす z の2乗ですね。で最後にこのマイナスを全部に分配してあげれば間違いにくくなるかなとっていうところですね。これがここで答えでいいですし、先にこのマイナス z の2乗を言って最後に 2yz を言っても OK かなと思います。はい、ということでここでは展開の工夫その1について実践していきました。どうでしょうか、理解できましたでしょうかね。とにかく最初にも申し上げましたが、もう早すぎて何言ってるかわけわからんという人はこの理解のところの動画を見てください。ここはねそれを踏まえた、実践練習の問題となってます。あとは自分でもノーヒントで再現できるようにこの問題やる以外しっかり練習しておきましょう。